これ用意さったら交換するオッケー、これを始まる。で最後は狭いからけど、待って、子供は多分できないと思うけど、これダメだよ、これ、わかる、ステップ踏まないで、しっかり、なんて言うんだろう、手伸ばして、こう、じゃなくて、ここまで行って、はい、OK、だいぶ疲れるけど、マスクの方が疲れたら取っていいからね、はい、よーい。結構大変だ。行け、止まって。さすがに休憩なしはだいぶ強いから、じゃあ終わったら次スタートにしよう。ちょっとな、最初は待つけど、すごい綺麗にできてるんだけど、なんかサイドステップの問題じゃないので、交換するときの姿勢なんだけど、こういきました。これ背中がこう曲がっちゃうと次が遅いんだよね。起こしたなきゃいけないから。だから、行きました。交換するときはね、ここをグッと落とすんだ。はい。背中は曲がっちゃうと、ね、姿勢悪くなると動き絶対遅くなる。ディフェンスもそう。ちょっとここがこうずれちゃうと次動きが遅くなっちゃうから、次の時ってこうまっすぐにするでしょ。交換の時にちょっと姿勢を落とすんだけど、ここから野球でこの時に姿勢ないの、どういう守備、守備で、守備でボールが飛んでくるとか、呼吸する時にグッてこう、それもそうだね、イメージしながらやってみよう。よーよ、そう、腰を落とす。1、2じゃなかった、ごめんね。1、2、3です。1、2、3、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 
一回ちょっとやってみよう。10秒でじゃあどれだけ行って帰ってこれ。超えたら1、2、3、4って数えてみよう。10秒ちょっと各自で数えてください。よーいスタート。はいはい、で大丈夫でしょう。で、これのイメージは足踏むっていう練習ではないんだよね。
もちろんこの足の踏み方は指定してるけど、早くこう移動するんだよね。っていうことは体はしっかりとこの上だと。1、2、3、1、2、3、2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 、1、
よ。ここにある足だけ、はい、1、2、3、1、2、3、1、2、3、そういうこと、そういうこと。自分がこう横に一回こう動いちゃうと時間をロスしちゃうから、ね、こう失う時間が多いから、体はそのままで1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3。よし、ちょっと頑張って、よーい、そうそうそう、数えたね。いいね。だから1、2、3、1、2、3、1、2、3。でも踏むときは低くていいよ。こういうときにただもんがある。終わり。こんにちは。こんにちは。これの難しいところは、まあもちろん高くなってるけど、体のイメージは忘れない。ここのイメージあればすごいです。ちょっと失敗したけど最後 OK で、こういう時は体をジャンプしちゃうと、これもロスタイムです。ジャンプしちゃうと人って体を動かせないから、ね、その通りになっちゃうだけだから、ここからこういう時は体はこのままでガム、もう OK、 よー、3、2、1、 OK、 よし。説明したんだけど、その体を動かす時って絶対インナーマッスル使うよ。これ持つ時にもインナーマッスルが準備してから持ちますっていう説明したよね。で、片足立ちの時は足を持ち上げるからインナーマッスルの準備必要だよという話でした。だから今のこの 1、2、3、1、2、3 っていうのも、その最初のさ 1、2、3 が速くないとなんでしょ。速く足を持ち上げるためにも常にインナーマッスルを準備しておけば、ここここってこれね、インナーマッスル準備できてない人だと、こんなの、これ、早かったやつでも、トッ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 トって、こっち側の足にドーンって乗っちゃう。常に体はそこのまんま。逆にね、足はね、放っておいていい。ただ早くやるんで、体はもうずっとこれ動かないようにしてれば、踏めます。OK? なので、ちょっとそれはね、皆さん体験してもらおう。で、まず、ここの体、インナーマッスルを常に準備するために、足は、はい、お尻の幅、これ前回やったんじゃないかな、これやった、これやる、これからやります。これウォーミングアップね。で、こうなっちゃいます。常に中心なのはこう、こうあるはず、こうあるはず。外に流れないように注意しながらやりましょう。よー、こちらからサド、グッやで、2、3、4、足閉じないね、5、6、7、8、9、10、どこ座った？お尻。お尻。いいです。ここですよ、片足でついておきは。よし、はい、次は、これね、ちょっと難しいんだけど、2ステップっていうの。これ多分前回やってない。さっきこの前にちょっとだから、最近やってないんだけど、この状態から今さ、ここをね、まあここだけど本当はへそとかの方なんだけど、こう軸足の真上にこう持ってきました。次はここの真下に足を持っていく。あ、やったでしょ。これをね、2ステップでやります。1、2、よろしくし、1、2、2、2、3、2、4、2で、今ゆっくりやったけど本当はもっと早いよ。1、2、3、4、5、6、7、8、で、最初はね、自分でなんか見つけてください、目印。そうだ、目の前に何かある。名前見える
名前でも別に目の前に何か見れて、これだ見つけて、そこから顔が来ない。後ろの方でも分かりやすいのがなんかある、ペラペラ、そこを見つけて、そこからなるべく頭が動かないので最初指にしてみて、ちょっと一回練習でやってみよう。よし、よーい、無限ですね、さあ。そうそうそう、いいね、大丈夫、サイトも大丈夫。それじゃあいきます。で、イメージはもちろん足の2ステップやるけど、どこが大丈夫っけ、まあ、お尻もそうです。ここがブレない、ここから下だけが動く。でもここを動かしてるのを頑張ってもらって、この胴体から顔にかけてをしっかりイメージしてやりましょう。よーい、10回いきます。よーい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 OK。 はい、次は、はい、より分かります、体がブレてないかどうか。2人でやってもらうんだけど、片方がいくよ、名前覚えてる？ハルキ、そうだよ。これ鼻の真ん前に、これ近すぎなくていいよ、このぐらい置いておきます。それでやる。で、自分もこうやってね、手を起こしてハルキを見て、ハルキずれてないかな、重いね、もしもし、 OK、 やってみよう。決闘が始まりそうだったぜ、今。さあ、2、3、4、5、6、7、8、9、10。いいね、うまいね。よーい、スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。いいね、よし。で、それを踏まえた上で、今体幹をね、支えながら足を動かしました。ちょっとピョンピョンだけど、次は普通に足踏みします。さっきは片足こう動かして、胴体を動かして、次はもうここはね、そのままで一瞬軸耐える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 、これ入る。 OK、 そう。で、姿勢はパワーポジション、前回教えたんだけど、僕はそれね、股関節、まずお尻を突き出すように立ちます。こうから膝はね、まあ、ストレスないくらいポン、これ注意してほしいんだけど、膝がこうね、よくいない、ダメです。太ももに力が入っちゃうとね、すごく悪い。からそう、お尻にこう近い。同じ状態。ちょっと一回姿勢作って。はい、ね、大丈夫。いいね、そう。この状態。まあ、スポーツによって違うけど、パワーポジションより低すぎたら足動かないから、ね、はい、絶対動かないです。結構、ね、高め。ここでいい。この状態で足。足ね、閉じないよね。ちょっとこうなんだよ。いきます、15秒よーい、スタート。そうそう、で、目線は前に置いて、自分がずれないように気をつける。こう上に上がっててもダメだよ。5、4、3、2、1。 OK。 これがさっきのこう超えた後の1、2、3、1、2、3、1、2、3、3があります。まあ、チューバルがすぐやりにくいと思うけど、ね、これがすごい重要、足さばきっていう部分ね。体幹の準備できたら足が速くなるから、ポンポンポンって動いてる。よーそろそろ、優しくね、ハルキ君すごい速い。オッケー、ヘアスキューと絡まるでしょ。ああ、オッケー、
げジャンプみたいな、グッと上げるでしょ、それみたいな感じで、ももだけでこう、グッと動かせる。これ体幹準備できないと無理なんだ。で、今からちょっとチューブ使って、それをね、練習してみましょう。はい、骨盤幅で、まずは最初、普通にジャンプして、ここから骨盤幅の状態でジャンプ。で、着地も骨盤幅。ジャンプ。グッ。で、ジャンプ。一回一回止まっていいよ。で、着地の時にね、膝をね、もうこうなったら、グッ。グッ。そう。そう。そこ。そこが正しい姿勢。ちょっとやりにくいかもしれないけど、それがね、できないと、インナーマッスルというか、お尻に力が入らないから。いきます。じゃあちょっと一回5回ジャンプできてるかどうか見るだけです。よーい、1、2、着地までね、3、グッ、4、うん、いいね、5、大丈夫です。次はこの状態から1って言ったら、ここからね、こうジャンプします。キモッと思うでしょ。何それ、試合中使うみたいな。けどね、これね、これはやんないけど、けどディフェンスで足をこうしたいっていう時って結構ね、これね、こうジャンプするんだよね。だからこの時にピョンだとダメでしょ。このサッていう動きを分かりやすくやったのが、ここからこうやって変える動きを分かりやすくやったのが今の体幹、そのままで一回足を動かします。例えばこれね、慣れてきたら連続ジャンプで、ちょっとできるかな、難しいね。お腹に力入れて、これはね、連続ジャンプ。むずいんだよ、これ。多分10回やってって言われたら途中で、これできないかな。よし、行ってみよう。最初はね、分かりやすくやって。最終的にはこのこんなちっちゃくなるんだけど、これ見といてほしいのが、これとは違う、足首の力がピョンじゃなくて、ここからね、こう読みます。分かる、そう、結構これ体幹のリセットに使える。結構ドリサッカーでいうとドリブル中にこれやる人いる。ドリブル中にポンって踏む人、なんか雰囲気分かる、やってそうだなにも使える。ボンって、まあ、片足ずつだったけど、守備でも使う、守備でもさ、一回ちょっとさ、ピョーンみたいな、そう、よいしょ。これがじゃあ浮いちゃったら逆、結果遅くなっちゃうじゃん、うん、結果ね、だから、ポンっていきます。イメージちょっと持ってね、ここからもまげ一瞬する感じで、グン、いきます。まず5回パーポジション、膝張ってね、よーい、1、2、3、4、5、6、7、なんて5回ってたよね。ちょっと見るのに集中して数えちゃって、これです。これじゃあ徐々に徐々にちっちゃくしてってみて、自分でポン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 、最終的にはこれがポンポン、ただこうやってやってるように見えて、本当はお尻のパワーポジションでこうやってくる。よし、じゃあいきます。じゃあ連続でやろう。最初は1、2、3、4、5っていきます。攻めます。いくよ。よーい。さあ、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。次のレベル。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。ちょっとね、俺ね、みんな見ちゃう、それに合わせちゃう。食べてこうやってやってるとみんなができてくるのか。
リズムは用意。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。OK。用意。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。ハルくんなんかやってたと自分がイメージ通りできてた。ずれてたらそのずれてる場所を探してもらう。そう。自分のイメージ通りにできてなかったら。その原因究明して次やった時にそれを直せたらいいね。成長というものが。はるくん多分もう下にね叩きつける力がねすごい強い。これ。ポン。浮かしてポンって飛んでるから。ここねガチって逆に力が入っちゃうとボールってさ。弾ませるときにスムーズに上がってくるよね。跳ね返って体もこれできるから、縄跳びってみんなこうやってポンポンポンとでしょ、これでね自分の体重の跳ね返りでやってます。これで一回ポンってやっちゃうと跳ね返りがねそう自分の体のバネがなくなっちゃう。だからそのバネをしっかり感じながらポン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 ってできるようにすると、ああそうそうそう、そういうことそういうこと、それでいい。よし、チューブ外していいよ。同じイメージでます。で、この時に片足なんだよね、次は。わかる？これがね、ジャンプとは違うんだけど、イメージはでもさっきと一緒で、こうこっち側の足でジャンプしちゃったら上に行っちゃうから、こっち側の足をポンポン、ポンポンってかけてみましょう。最初これだけやってみる。ポン、ポン、ポン、ポン。ジャンプしないで膝を持ち上げてとかね。あ、それだった。こうね、超える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 。ジャンプしないで、あれあれってね、このねこの力だと膝をこう後ろに持ってくる。あ、かかと後ろにこう力があるから、それはね筋肉が足りないんだよ、うん、ここのもちろんこれもしてるよ、うん、けど膝を前に上げる力からすればお互いちょっとの力でちょっとの力でできるのに、ここだけ上げたら太ももとかお尻がすっげえ頑張ってくる。立ちますか。そうそうそう、していきます。よーい、3歩ね、3歩、1、2、3歩本番です。よーい、スタート。惜しいよ。 OK、 終わり。この違い、こんな感じじゃないです。ここからポンポンポン。そしたら、いきなり力を使ってポンポンポン。ここからこれね、リズムは4です。4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4。難しい。で、これはね、180度回らなくていいから、こう、真横向いて、これはね、無理です。体で斜めの状態で、斜めの状態でこう下がっていく。こう多少前に、そう前に向けるイメージで、ちょっと一回どんなもんかなって一回やってごらん。やんないと分かんないから。